Hello everybody, this is Hua and you're tuned here to NC Pebble and this is Playing Division 2 with Talking About Nothing to Do with the Game。 こんばんは、皆さん、ヒュアです。関係ない話をしながら、Division 2やっていきましょう。 Hey Siri、 20分だったら教えて。おお、すげえ打たれてる。はい、そんな感じですね。そんな感じで、どんな感じだ、関係ない話をやっていきたいと思いますが、そうですね、とりあえず今回雑談から、いきましょう。まあ、全体的に雑談、全編雑談なんて言ったけどね。そうね、まずとりあえず関係ない話やってますけども、その昔一回ね、撮ったんだけども、こう、いまいちこう、なんていうかな、お話としてこう、まとまりきらなかったお話がこうありまして、そのお話、要は、関係ない話やってますじゃん、これで。それは一体何なのかっていうことをこう、考えるというね、本当の雑談でございます。改めて、それを、なんでこの、言う必要があるのかとかいろいろ、あるかと思いますが、まあね、根本的に、まあ、関係ない話やり始めた、きっかけというかね、理由は、まあ、ご存知の方はご存知ですね、ゴーストリコンをやってる時にですね、まあ、なんだっけな、うなぎ食べた話、前、うなぎの、 あの話しましたけども、うなぎ食べた話だっけかなんかをしたんだよね、きっとね。で、こう、全く関係ない話をこうしながら、やってみたら、意外とこう、喋りながらゲームができたんで、でってこう、やっていってるわけですけども、なんていうかな、意外とこう、自分でもこう、よく関係ない話をしながら、ゲームできるなと思うんですけども、ね、わかんない、みんなもやってみればできると思うよ。わかんないけど、まあ話す内容にもよるけどね、本当の雑談、でも雑談、どうだろうね、もともとなんか、ゲーム実況、まあ今は実況なんかほとんどしてないですけど、っていうのは、なんかこう、あのディビジョン本編にしては本編の方は結構実況に近いことやってるのかな。ゲーム実況っていうそのあのなんかカテゴリーっていうか、あれもどうかと思うんですけども、なんかご覧になる方のその感覚としては、ゲーム実況はこうなんか友達の家でゲームをやりながらこう話してるというか、そんな感覚に近いというなんかご覧になっている方の心理だそうですね。まあ、僕自身もこうなんかこう見て、他の方のそのゲーム実況を見てるときとかってそんな感じなのかなという気もしますけども。で、それならば関係ない話、まあ後付けな理由っちゃ後付けな理由なんですけども、なんていうかな、理由というかこうやってる感覚というか。出来上がったものを自分で見てみて、なんかこう感覚的に近いのっていうのは、やっぱり前、友達の家とかで、ゲームやっていて、で、結構友達とかとこう、友達の家っていうか自分家でもそうですけども、自分家とかで友達と一緒にゲームやっていてって時って、意外とこう、なんかなんていうのかな、全然関係ない話しますでしょ。それこそこの関係ない話をしながらみたいな内容の話をしながらね、ゲームやってるもんだと思うんですよ。なんかその感覚に近いっちゃ近いかな、やってる時は。まあまあ、あとゲーム、自分でこうやって撮ったりする前までは、なんかこう、他の方の、ゲーム実況とかをかけながらとかね、やってたりもしましたけどね。あとは、ラジオというか、伊集院光さんのラジオとかがこう、これは、どうなのかわかんないですけども、自分も、まあ、見てるから何とも言えないんですけども、
深夜のバカ力っていう、こう、ラジオ番組あるじゃないですか。あれがこう、YouTube にこう、上がったりするじゃないですか。それ、伊集院光さん自身もこう、なんかその、それを、良しとするのかどうか分かんないみたいなことを言ってましたけど、良しとするかどうか分かんないっていうか、それで、どうせ見てるんでしょみたいなこと言ってたんですけども、まあ、それがいいかどうかは別としてみたいなこと言ってましたけども、まあ、そんな感じで、まあ、そのラジオとかかけながらとかね、よくゲームやったりとかしましたけども、その感覚に、近いのかなと。まあ、なんていうのかな、あと、その感覚に近いかなって、何があって言うとあれなんですけども、昔メタルギアソリッド4かな ?4 とかの段階で、あれがありましたでしょ、ポッドキャストていうか、そもそもポッドキャストっていうもの、今の方っていうか、ご存知の方がいらっしゃるんかなね。ポッドキャストって知ってます？インターネットラジオっていうか、もともと iPod とかにこう、今でも一応 iTunes から落とせるとは思うんですけども、iTunes にこう、iTunes から、iPod とかにダウンロードして、聞ける、まあ、ラジオ番組みたいなやつとかがこうあったんですけども、メタルギアソリッド4の中で、それをこうやってたんですね。iPod の、なんて言えばいいのかな、メタルギアソリッド4の中にアイテムとして、こう、iPod が出てきて、で、それでこう、音楽をもちろん自由に、流して遊べるんですけども、聞きながらこう、聞きながら戦う音楽を自分で選べるんですけども、それもこう設定とかじゃなくて、ちゃんとゲーム内で iPod を装備してねっていう、なんか非常にこだわりというか、素敵なシステムだったんですけども、一応そこにですね、まあゲームの中で一応ダウンロードすると、無料でダウンロードできるんですけども、iPod の中に、ポッドキャストもある、専用のゲームの中専用の番組の、ポッドキャストがこうあるんですよ。あったんですよ。で、一応普段、小島秀夫監督がやってらっしゃった、ラジオ番組、ポッドキャスト番組の、特別版、ソリッド特別版っていうのがこうあって、メタルギアソリッド4の中だけで聴けるポッドキャスト番組っていうのがこうあったというね、のがありまして、なんか一応自分でやったやつの出来上がったものを見ると、結構ねそれに近いかなっていうか、流されて、そのポッドキャストを本当にね、まあ関係ないことを言ってたりとか、まあポッドキャストの番組なんで、ゲームの進行とは全く関係ないことを喋ってたりとか、まあ、はたまた中にはね、ゲームのその一応どこでもかけられるんですけども、そのポッドキャストの、iPod のそのポッドキャストのやつを、ゲームの中で選べば、どこからでもどこでもこうスタートはできるんですけども、一応特定のステージというか、その特定のステージ、そのポッドキャストの番組の方に指定された特定のステージで、その特定の、回をこうかけて、まあ、そのステージ内の一応案内というか、観光案内とかじゃないですけども、なんかこう、そのステージの隠し要素までいかないな、制作秘話とかなんかをこう、聞けるというね、すごい画期的なシステムがあったんですね。これ5になったらなくなっちゃったんだよね。あんのかな、あれすごい好きなんですけども。で、一応まあ戦場の中でこうした、なんていうのかな、ちょっとした息抜きみたいにこうなってるという、
結構ね、いい感じのやつです。まあ、多分それをね、それが最初にこうあって、で、それに一応俺自身がハマって、まあ、ゲームやるときにラジオとか、まあ、YouTube でいろんなね、番組とかをかけながら、ゲームをやるということを、やってたわけなんですよ。で、一応まあ、別に今なんかかけてるわけじゃないですけども、もちろんね、かけながら やってたらだって、いや、かけながらやってそれがこう皆さんに聞こえないようにやりながら喋ってたらめちゃくちゃだよね。それなんかめちゃ何をしてるのか分かんなくなりますけどね。なんかそれに近いのかなというか、まあでも今実際自分は喋ってるんですけども、なんかね、ただそうやり始めの頃とかはそんな余裕は全然なかったですけども、なんか今はね、その代わりというか、変な話、まあ、いわゆる作業用 BGM っていう言われるやつですね。なんかのこう作業中にこうかけることのできるチャン、まあ、の番組というか、そういったあれが、YouTube とかでもあると思うんですけども、なんかのついでにね、するための、番組とかがこうあるじゃないですか。それをなんかこう自分で喋りながらやるというね。今これ言ってしまえば本当ながらというかね、作業用 BGM を自分でやってるっていう、まさかのやこと。まあね、もちろん、それにきちんとね、人様に聞いていただけるようにこう、いつもテーマとかいろいろこう設けてますけども、今回はまあテーマな、まあ、ないじゃないですけども、なんかなんでしょう、要するにまあ変な話、このあれは作業なんですよ。このやってること、ダークゾーンの中でこうアイテムを集めたりしてる作業をしている、その BGM を、BGM というか、BGM の代わりになる作業用の、コンテンツを自分で、まあ、こうやってしゃべるということで、自分でこう自分に提供しながら、リアルタイムで提供しながら、やるというね、なんとも謎の行為。まあまあ慣れればね。だからこれは今本当にアイテム集めのついで、どっちがついでなんだろうな、話ついでにアイテム集めてるっていう。じゃあ作業用プレイなのかなこれ。なんだ、どっちがメインだ、ですけどね。で、まあそうね、一応これ動画になって上がってるものを見ると、まあ当然こうやってリアルタイムに戦いながらこう喋ってるわけですけども、上がってるものを見ると意外と面白くてね、自分でやって、自分で、見ときながらこうなんですけども、なんかこう、まあ最初のそのメタルギアのポッドキャスト聞いてる感覚に少し近いっちゃ近いんですけども、なんかこう戦場でこう戦ってる人がこう、まあ紛らわすためにっていうか、ちょっと一息を、一息つけるほどあれじゃないんですけども、楽ではないんですけども、この戦場がね、戦場でこの人とってはね、一息ついているような余裕はなさそうではあるんですけども、まあまあまあ、見た目的にはなんかこうこの人が、まあ戦場で逆に集中するためにこう何かこう違うものを聞いてる、だヒューヤという人間のこのラジオを聞きながら戦ってるような、イメージの絵的に見えるっていうのがこう我ながら面白いという、あれではありますけども、まあ見てる人はどういう風な感じででも、見てるんですかね。あと、そのゲーム実況という部分、そのものが最初のあれに基づきまして、なんかその、
友人の家に、もしくは友人が家に来て一緒にゲームやってる時の感覚に近いというふうな、感じだと、いうなんか分析をされている方がいらっしゃいましたけども、だとしたらこのあれとかまさにその関係ない話はまさにそのあれだよね。あの一応普通友達ん家で一緒に話、例えばモンハンとかやってるときは一応モンスターの、なんていうかな、モンスターのことを言いはするとは思うんですけども、まあでも探してる、モンスター探してる間とかね、全然関係ないことを話してたりしますでしょ？しない？しないかな？あの最近どうよとかってそんな話を、まあばっかりしましたけどね。うちの、トニックレシピのキーボードの、パンプキンとはまあもう、20年来もっとかの、友達ではありますけども、だからゲームとかずっとこう2人でやってましたけども、まあね、まあ、モンハンもやってますし、まあ、と2人でこうやってることが多かったですけどね。そういう時はまあ大体なんかくだらないことを話してましたけども、だゲームの内容ばっかりは話さないでしょ。なんかゲームと全く関係ない話をこう、してますでしょ、普段一緒にゲームやってる時とかって。だからその感覚ですよね。だからこれご覧になってる方は、ご覧になってる方、聞いてる方はまあ普通に聞いていただいてね、作業用、BGM とか何でもこうしていただければいいんですけども、そうじゃない方、本当に画面まで見ていただけてる方とかはね、本当にこう、日比谷の家とかでこのゲーム、まあ、一緒にやってるでもいいし、後ろから見てるみたいな感じにすごくほど近い番組となっているような気がしますけどね。はい。で、まあ、最近こう全然それともまた話ずれましてですね、最近こうディビジョン、2のですね、本編、本編というか、いわゆるまあ、本編か、攻略の方も、動画上がってきてはいるんですけども、上がってきてるというか、自分の差し掛けなんですけどね上がってきてるってなんかこう勝手にあれするような感じがしますけども、まあ上げております。なんていうか本当にあれ、まあ取りだめっていう言い方を、取りだめと、まあ言い方おかしくないから取りだめですね、ちょっとまあ取りだめって言って、出すタイミングとかこう伺っていたわけで なんですけども、で、取りためている間に、まあダークゾーンとかいろいろこうアイテムを集める段階になってきてですね、まあついでに関係ない話をこっちやろうということでやり始めたら、まあ関係ない話の方でディビジョン2やってる方が先に、動画上がり始めちゃったじゃないですか。それも別に自分でやってるから上がっちゃったじゃないですかっていうことっていうのはちょっとおかしな話ではあるんですけども、でなんかこう今更じゃないんですけども、今頃になってこう、いわゆる第1回とかね、第2回とか、いわゆるこのゲームの最初の方の、プレイっていうのがこう上がってきたわけですけども、なんていうかな、先にさ、関係ない話の方が上がってるじゃない。で当然関係ない話をしてるってことは、関係ない話をしながら、プレイできるほどこう、まあ、そこそここなれてきてる状態で、こういうことをやってるわけじゃないですか。とするとなんか今改めてそのこの本編というか、上がってんのこう、まあ、ちょっとチェックというか見るじゃないですか。こんだけいわゆる、まあ、こなれてるというかあれですけども、まあ、いわゆる、まあ、話しながらだからそんなテキパキになってないですけども、なんかこうそこそこなんかまあ、こなれてる
そこそこまあ、テキパキ、そこそこテキパキ、そうね、話しながら、ゲームプレイしてる割にはテキパキしてますでしょ。まあそれは今までのそのマフィアやったりとかゴーストリコンやってる時もそうなんですけども、一応だから一応適当にこう話しながらでも、無意識じゃないですけども、そんな感じでこう動けるようにはなってる状態で話してるじゃないですか。そこから見比べるとすごく、非常にぎこちない動き、見比べるとぎこちない動きじゃないですか。でそっちがこう最初にそこから順番にや、お見せするんだったらいいんですけども、なんかこうもうこなれてる方が先にこうプレイ、皆さんの、目に、映っていてから、いわゆるあの本編の方が、だいぶ1ヶ月ぐらいたあれになってるかなとかの状態だから、今更になってこうたどたどしい動きになっている状態っていうのをこうお見せするっていうのもなんかこう、まあ、皆さんあんまり気にしてないとは思うんですけども、やこちらとしては若干こう恥ずかしいっていうのは言い方おかしいんですけども、なんかこう変な感じ、くすぐったい感じはしますよね。どうでもいいっちゃどうでもいい。で、まあ、撮り直すもなんだなとは思うしね、その本編を。まあ別に今のこの感覚のまま、撮り直したら撮り直したで全然いい、ものはできるかもし、動き的にはね、動き的にはいいものはできるような気がしますけども、まあ皆さんあんまり動きを気にしてるわけではないとは思うので、プレイのうまさとかを、見たい方は全然上手い人いっぱいいますのでね、あんまりその辺は気にしてないとは思うので、なんていうのかな、どっちかっていうとこのディビジョン2のその本編の動画の方では、まあワシントン DC、まあ、故郷ワシントン DC についてこう、まあそうじゃないとこもいっぱいありますけどね、その観光地だけが舞台になってるわけではなく、いろんな施設が舞台になってるんで、まあでも可能な限りその、あの説明とか、まあ、まあ、ここはこんなんなんだっていうような、あれとかも交えてお話をしてるつもりではあるんですけども、もともとね、あの、プレイ内容っていうか、その自分の、プレイの腕とかになんかこう自信とかは特にないし、それをこうこんだけ強いのを見てくれっていう風な思いもないですし、まあ普通に本当にだからまあディビジョンとかに関しては本当に、まああれの時もそうだけどね、フォールアウトとかもそうだけど、どちらも、まあ、フォールアウトはもっとあれか、こういう世界、まあ、ディビジョンのこの、ワシントン DC に関してはちゃんと DC って言ってる、あれしてるから、皆さん、きちんと DC であるということは、ご存知だと思うし、なんか見知らぬ世界のどっかっていう風なイメージはないと思うんですけども、フォールアウト3だったらね、まあフォールアウト3とこのディビジョン2は同じ場所ですけども、フォールアウト3はちょっと崩壊がこう進みすぎて、でいろんな生物、スーパーミュータントだとかいろんな生物が出てくるので、それでこう若干のなんかこの世とは思えない、この世ではないどっか感っていうのがすごい出てると思うんですけども、でもまあそれはもう現実の世界だっていうこうことをなんか、なるべく意識して、まあフォーラット3の動画は作ってないですけどね、フォーラット3はやってないですけども、もしフォーラット3やるんだったら、そんな感じで、まあ、フォーラット4をやってた時のボストンのやつはそんな感じでやってました。そんな感じ、このやつもそうですけども、なるべくこれが現実で実際にある場所で、まあ特に DC は僕が住んでたところではあるので、ここ今ここにいる場所とか輸入駅っていう駅なんですけども、
そういったのをこうなるべくなんか肌でこう分かるような感じで、お伝えできたらなというふうな感じでやっておりますけどもね。まあそんな感じですね。どうですかね、関係ない話についてどういうふうなあれでなんだろうね、皆さんご覧いただいてる方はどういうふうな感じでこのご覧いただいてるのかなという、まあ聞いてる人前も何度も言ってるけど、あんまりこの画面見てる人は関係ない話の方はないんだろうな、まあいわゆる本当のディビジョンの本編の方は、まあ、もしかしたらご覧になっていただけている方もいらっしゃるでしょうし、そういう方には、まあ、DC のことをちゃんとか、ちゃんとっていうことでもないか、ワシントン DC、 そうだね、 DC だからちゃんとしてる、ちゃんとした DC を案内してるっていう感じともまた少し違うのか。普段の観光案内とも少し違うもんね。観光としての案内というよりも、そこに、まあ、住んでた人間としての、そこというか、ここに住んでた人間としての、なんかこう、ことをご案内してるような感じではありますけどね。まあ、そんな感じで、まあ雑談、関係ない話の話という謎の、テーマでお送りしましたけども、あ雑談ついでに雑談ついでにやめとこうかな、これやめとくんだ、気になるってそういう言い方やめろって、まあいいや、まあ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 次回とかいろいろこうお話しするかと思うんで、これ以上ややこしいことを言うのはやめようということですよ。では、まあ、今回ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ひよえでした。バイバイ。